2号店出店に向けて動き始めましょう。承知いたしました。店長、おはようございます。おはようございます。商業ギルドには耳ざとい商人が大勢いますから、彼らを利用すればよいかと。店長、また徹夜したんですか？いえ、徹夜じゃないんですよ。ちゃんと1時間寝ましたから本当に体には気をつけてください。丁寧な言葉はいらねえぞ。その気になりゃお前の心も覗けるんだ。異なる文化、未知の技法で作られたものには技術と職人の神として興味を惹かれる。おお、君が龍馬か。よろしゅうな。ワイがピオロや。グリシエアラのばあさんから話は聞いとるで。かしこまらんでええよ。美味しそうに食べてくれるならそれが一番や。カルムさん、そのクリーナースライムは進化しようとしているんです。進化ですか？ところで龍馬様、先ほどは熱心に何か作られていたようですが、もしや魔法道具ですか？リョンニャの新商品は猫人族の生活クオリティを大きく左右するね。ちょっと試してみたいことができたので廃校に戻ります。エリア、僕も忙しくなりそうです。この時期の祭りなら創立祭じゃないか？創立祭？私は魔法と学問を司る神フェルノベリア。お前はこの世界をどう思う？龍馬さん、お手紙ありがとうございました。龍馬さんのお店が順調と知ってみんな喜んでいましたよ。お前はまだ子供だけど今日は支える側だったな。今までいろんな人に支えてもらってきた僕が誰かを支える、もし本当にそれができるなら